コ春市は中華、人民共和国吉林省延辺朝鮮族自治州、東端に位置する、研究市。国境解放都市に指定されている。人口の40%以上を、朝鮮族が占める。南は、都門港を隔てて朝鮮民主主義人民共和国の、ラソン特別市と接し、東は、ロシア連邦の沿海地方と国境を接する。北は、 同じ自治州の大気吉県、西は、都門市である。日本海まで15キロメートルで、ロシアのポシェット港やザルビノと鉄道で結ばれる。最高峰は、大気吉県との境にある老王の峰で、河川は、都門港の他に、コンハル川、密、江川、六道方湖がある。今春市内の都門港で、中国領の中洲は、よけ川にある棒川島。 および道東都県川口岸の間にあるここを、イサゴスである。牧海時代の温徳赤部城石高栗時代には、作上府が置かれ、東方支配の拠点となった。8世紀に牧海はこの地に、東京辰ツハル府を設置し、日本海を越えて、日本に向かう海上ルートの拠点とした。牧海は、日本海を南海と呼び、牧海市など、日本向けの船の多くは、 ポシェトワンから出発した。文王大、金茂の時代には一時とが置かれたこともあった。その後、上行流旋府に、遷とされている。渤海滅亡後は、女神族の土地となった。新朝時代には、風金令が発布された1644年以降、成長により入植が厳しく制限されていた。地域では1714年に、 昆春協僚が設置され、ネイコ島福都島の管轄とされた。1881年、協僚が廃止され新たに、昆春福都島を設置し、入植を解禁、入植事業の進捗とともに人口が増加していった。中華民国が成立すると1913年の調整廃止とともに、昆春県となる。1920年に、昆春事件が起こる。 1988年6月14日に研究史に昇格し、コンハルイチと解消され現在に至っている。コンハルイチ政府庁舎四階堂、四鎮、三橋二民族橋を管轄。1990年7月に中国庁春市で開かれた国際会議での吉林省副秘書長の提子、アキラの提案を受け、 国連開発計画の主導で進められている、都門港地域開発の拠点都市であり、近代中元韓国大統領の対応政策で、韓国企業が多数進出した。ありがとうございます。